今日は私が毎朝やっているスキンケアを紹介したいと思います。まずはこれ。これはね、ヘアメイクのジュンジュンからもらったやつなんだけど、パリのお土産で、オーガニックですごく気に入ってます。メイクした後でもシュッシュッとできるので常に持ち歩いてるんですけど、朝も一番にこれを買いに行けます。うん、香りがすごい良くて気に入ってます。で、次こちらです。タッチャー、これはビタミン C とかが入ってるものなんだけど、美容液セラム、うん、いい感じで、NEXT はこれもちょっとお気に入りなんだけど、こちらユーテルム、これもね、さらっとしてるからすごい好き。なんかベタベタしなくてでも保湿ができるからすごい大好き。なんかね、クリームと美容液の間って感じ。ちょっとジェルっぽいのかな。匂いが大好き。さあ次は目元ケア。実はずっと目元ケアとかしたことがなかったんだけど、ここ最近、ここ半年前ぐらいかな、からちゃんとしっかりアイクリームとかを塗って目元ケアをするようになりました。お気に入りがこれです。メロリアボタニカ、これはヘアメイクの早坂さんがプロデュースしてるやつなんだけど、すごい好き。ほんとね、少しで大丈夫。ちょっとだけ一滴ぐらいで全然足ります。これを目の下に塗っていくんだけど、びっくりするぐらい一気に張りが出て目がずっと上がります。ちゃんと前マッサージしながら上げていくのがいいと思います。これ塗るのと塗らないのじゃ何もとも今日のノリが全然違います。から少し塗ってみて、ね、ちょこっと余ったやつ私のほうれい線とかにも塗っちゃってるなんか張りが出ていい感じになるんだよね。超いいです、これは。で、そしたらこれももうずっと使ってもうほぼなくなっちゃってるけど、これはハウシカ、ドクターハウシカのデイクリームなんだけど、夜これは塗らないです。基本的に昼間っていうか、こう朝のスキンケアの時に塗るデイクリームなんですけど、すごいこってりで大好き。夏はもしかしたらちょっとべったりが気になるかもしれないから、もしかしたら夏はここまでの過程のやつで大丈夫かも。冬はね、乾燥するからこういうデイクリームは絶対必須。このこってりがね、大好きなの。もう何を買いに行かなきゃ。 OK、さあこれで基本的にはもう OK なんだけど、私は最後に一応日焼け止めを塗ります。日焼け止めも今まで実は全然塗ってなかったんだけど、日焼けするの大好きだし、今ももちろん日焼けは大好きなんだけど、
なるべく顔にはもう日焼け止めを塗るようにしてます。で、最近ずっとお気に入りなのがこのエッペオーガニックの日焼け止めです。お気に入り。なんかね、これ一つ塗るだけで全然肌がめちゃくちゃ綺麗に見えるんだよね。さあ、ということでここまでで全部終わり。ここから普段は日焼け止め塗った後にファンデーション塗って化粧をスタートします。そんな感じで私が今日紹介した商品、こんな感じでした。バイバイ。